NTT ドコモはネットワークの監視や災害対策などの要となるネットワークオペレーションセンターを報道陣に公開しました東京港区にあるネットワークオペレーションセンターはドコモの携帯電話で通信障害が発生していないか24時間365日監視している施設です。東日本全域をカバーし 西日本全域は大阪のオペレーションセンターが監視しています災害などで東西どちらかの監視拠点で機能が停止した場合他方の監視拠点が全国をカバーすることができますまた地上140メートルに設置された大ゾーン基地局も公開されました全国の人口密集地106カ所に設置され 災害や停電などで基地局が機能しなくなった際に半径7キロ圏内の通信を緊急的に確保できるということです。